優子、大椿優子の街頭宣伝をさせていただいております。大椿優子、本日東京をぐるっと回らせていただいております。新宿駅前ご通行中の皆さん、ぜひとも聞いていってください。大椿優子、大椿優子のお伝えです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんな渋い声ですみません。参議院選挙もう終盤に入ろうとしています。今ご紹介いただきました演歌歌手か宝塚か、そんな風に言われております大椿優子、これ実名でございます。大椿優子、大椿優子、社民党全国比例代表として今回立候補いたしました。本日皆様に、東京の皆様に立候補のご挨拶と、そしてご支援のお願いに上がりました。新宿をご通行中の皆さん、もしよかったら大椿優子、大椿優子の訴えに耳を傾けていただけたらと思います。大椿優子は首を切られた元非正規労働者、20代30代を非正規労働を渡り歩き生きてきたロストジェネレーションど真ん中45歳、そしてこの10年間泥臭く本当に首を切られた人たち、解雇された人たち、給料を減らされた人たち、上司からセクハラを受けた人たち、上司からパワハラを受けた人たち、さまざまな職場の問題を聞いてきました。職場の問題を聞き、職場に行って交渉を行い解決をする労働組合で、私は労働相談をこの10年間受けてきました。今回首を切られた元非正規労働者、そしてロストジェネレーションど真ん中、労働組合としての実績がある、この3つを掲げ、とにかく雇用の問題を今すぐ解決しなければいけない、そのような思いで初めて選挙に挑戦しています。初めて政治への挑戦です。大椿優子、大椿優子、社民党から全国比例代表として立候補いたしました。首を切られた元非正規労働者、ロストジェネレーションど真ん中、大椿優子、大椿優子です。先ほどお話にもありました、今働く人たちの4割が非正規労働者です。その数2100万人以上、多分今ここを行き交う人たちの多くも、そしてこの周りで働いている人たちの多くも、非正規労働で働いている人たちがたくさんいらっしゃることと思います。非正規労働で働くということ、それは細切れ雇用を繰り返すということです。非正規雇用とは必ず雇用期間に定めがあります。3ヶ月、6ヶ月、1年、その短い雇用契約を繰り返しながら、次の契約更新はあるかないか、ヒヤヒヤドキドキしながら次の契約更新を迎えます。そんな風に命をつなぐように生きている人たちが、働いている人たちが今この国に4割、2100万人以上もいるわけです。大椿優子はここまで拡大してしまった非正規労働、今すぐこの拡大にストップをかけなければいけないと思っています。大椿優子が社会に出た1996年、すでにバブルは崩壊していました。バブルの頃、きっと東京のあたりはすごいにぎわいだったんだと思います。田舎に住んでおりましたから、そんなにぎわいも知りません。もちろん恩恵を受けたこともありません。大学を卒業する頃にはバブルは完全に崩壊、そして就職氷河期でした。その頃に規制緩和が始まり、そして非正規労働が拡大していきました。小泉政権の時代に、さらにその非正規労働の拡大、規制緩和加速し、非正規労働が増えていった。その間、20代30代を生きてきた私たち、今や30代半ばから40代半ば、もう50歳が手に届きそうな年齢になりました。皆さんのお子さんの中にも
そして皆さんのお孫さん、ご家庭の中に誰か非正規労働で働いている方いらっしゃいませんか？きっといると思います。4割もの人たちが非正規労働で働いていたら、必ず家庭に誰か一人非正規労働で働いている人たちがいるはずです。大椿裕子はここまで拡大した非正規労働、常に非正規労働者が自己責任自己責任自己責任だと言われていたこの状況を変えていきたいと思っています。私は非正規労働で雇い止めになるとき、勤めていた職場の人からこう言われました。有期雇用を選んだのはあなたの自己責任です。有期雇用しか選択肢がない、それしか仕事を用意していない学校法人の常任理事が私に向かって、それはあなたの自己責任です、嫌だったら他で仕事を探してください、うちで用意できるのはこの仕事だけです、そうやって非正規労働を増やしているのが今の日本の状況なんです。非正規労働で生きていくということ、先ほど言いましたように細切れ雇用ですから、自分たちの人生の設計を立てるのが難しい。いくら未来に希望を持て、そして将来の設計を立てろと言われても、いつ首を切られるかわからない状況で働いている人たちが自分の人生設計できるでしょうか？未来に希望を持つことができるでしょうか？私は未来に希望を持てというなら、具体的に未来に希望を持てる状況を作っていく、具体的に提示することが必要だと思います。それが不安定雇用をなくしていくこと、まず非正規労働の入り口規制をすること、原則その仕事が続くのであれば期間の定めのない雇用として雇っていく、契約していく、その拡大を図らない限り、この4割以上の非正規労働者、ストップをかけることができないと思っています。消費税 10%、 黙っていたら10月には上がります。皆さん今お買い物に行かれてるかもしれません。お買い物に行けば消費税1割かかるわけです。これ私たちのような非正規労働者の生活直撃しますよ。大学で奨学金という名の借金を抱えて社会に出る若者たち、多くの若者たちが奨学金という名の借金を抱え社会に出る、その人たち消費税 10%、 生活が苦しくなる、非正規労働で働いている私たち、消費税 10%、 生活を直撃します。若いご夫婦2人とも非正規で働いている人もいます。そしてお子さんを抱えていたら消費税 10%、 本当に生活の痛手です。子供にはお金がかかる、消費税 10% は家計を圧迫していきます。こうやって街頭に立っていると高齢者の方々からお声を聞きます。毎年のように年金が下がっていくんだ、10万単位で年金が下がっていく、このような高齢者の方々、消費税 10%、 大きな痛手です。働くことができない、今消費税 10%、 黙っていたら上がってしまう。どうか皆さん、消費税 10% に反対だったら今回の選挙行ってほしいと思います。一緒に声を上げてほしい。社民党、そして大椿裕子は消費税増税には反対、むしろ下げるべきだと大椿裕子は言っています。それは今不安定な雇用にいる人たちの生活をさらにさらにさらに直撃していくからです。私たちはまずこの消費税増税に反対、その上で非正規労働拡大にストップをかけるために、政治家だけじゃない、候補者だけじゃない、働く皆さんが声を上げていかなきゃいけないんです。ここまで安い金で働かされていいのか、安い金で長時間労働させられていいのか、いつ首切られるかわからないようなそんな労働契約で人雇っていいのかと、皆さんが声を上げてください。皆さんが、働く皆さんが一人一人声を上げていくこと、そのことなしに社会は変わりません。
まず第一歩、投票に行くこと。投票に行くことは簡単なことです。投票に行って、まず消費税増税反対と言っている候補者、そして皆さんの雇用を考える、そのことを考える候補者、あなたの心に刺さる候補者を選んでください。そして次です。それだけでは終わらない。政治だけでは社会は変わらない。政治を誰かにお任せしない、政治家だけにお任せしない。あなたたちの暮らしの中で、あなたたちの職場の中で大変だけど、隣にいる人たちとつながって、そこから変えていく努力を私たちはする必要があります。どうか皆さん、今回の参議院選挙行ってください。このまま今のデタラメな政治でいいのか、このまま嘘をつき続ける政治でいいのか、本気で私たち問われています。選挙権を持っている私たち大人、ぜひ今のこの政治を変えるために、まずは一歩投票に行ってください。選挙に行かない、そんなのかっこ悪い。絶対にこの選挙行ってもらいたい。選挙に行きたくても行けない人たちがいる。その思いとともに、ぜひ皆さん選挙に行ってください。社民党全国比例代表の大椿優子、東京の皆様に訴えをさせていただきました。働く者の一議席、みんなで取りに行きますよ。みんなで取りに行くよ。これ以上労働者が舐められてたまるか。働く者の一議席取りに行きます。どうか皆さん、まずは選挙に行きましょう。社民党全国比例代表の大椿優子、2枚目の投票用紙にはぜひとも大椿優子とお書きください。ありがとうございました。ありがとうございました。社民党全国比例候補の大椿優子、大阪いつもに住んでおります。ありがとうございます。ごめんなさい、次に向こう側行くので皆様にご支援のお願いに戻っております。大椿優子。